にゃんせよ、ひよんです。今回はですね、バレンタインメイクをしていきたいと思います。今年はひよん誰にバレンタインをあげるのでしょうか。つべこべ言わずに始めますか。それではスタート。全然あげる人はいません。まあ友チョコすらないでしょうっていう感じなんですけど、今回はちょっとバレンタインメイクということで、テーマを告白メイクにしたいと思います。付き合ってる彼にあげるのではなくて、まだ付き合ってなくて相手の気持ちは分からず、ちょっと意を決して告白しようっていう、そういう勇気が出るような、成功率がアップするようなメイクをしていきたいと思います。で、最初絶対塗るもの、もう皆さんもお分かりかと思うんですが、こちらヌーのスキンスムーザー。自分的によれたくないところ、まあほうれい線だったりおでこの真ん中らへんやって、当たり前なアイテムです。次、こちらがムーンショットのマルチプロテクションティンティドモイスチャー SPF30PA2+ 入っています。フィヨンがムーンショットの下地が大好きなんですけど、その中でも潤いを上げてくれるタイプになります。テクスチャーはこんな感じ、ちょっとピンクで、もう本当に伸びが良くて、なんか程よくトーンアップもしてくれるので、可愛く見てほしい時のメイクにぴったりだと思います。やっぱりバレンタインの時期ってまだまだ寒い時期だし、あの乾燥とかも気になると思うので、そういった時に頑張ってこっちは告白しようとしてるのに、なんかちょっとカサカサってなってたりすると、もうそれだけで台無しになっちゃうと思うので、実はしっかり、いつ告白したかな、好きっていう言葉を言わずに遠回しに好きだよっていうことはあるけど、好き好きアピールはできるけど、告白はちょっと男の人頼んだよみたいな感じはありますよね、やっぱ。で、告白メイクってことなんですけど、やっぱりいつもの一番盛れるメイクとかけ離れすぎると、多分あんまり慣れてないから顔が盛れなくなっちゃうと思うんですね。だからなんか自分の一番盛れるメイクをベースにしながら、女性らしさだったり大人な感じを演出できればいいなって思ってます。一応ベースはあんまり厚く塗りたくないので、今回はちょっとずついろんなものを使ってナチュラルなんだけど全部隠してますっていうメイクにします。じゃあ次、これイペさんのクリエイティブコンシーラー。最初に顔のあらをなくします。告白するのって家の中とかじゃないじゃないですか、多分外だよね。どんな光でも綺麗に見えるような肌作りを頑張りたい。コンシーラーを伸ばすとき本当に優しく伸ばしてます。バレンタインを最後に作ったのが多分中3ぐらいかな。高校3年間フィヨン彼氏がいないので、高3の最後ぐらいに付き合ったけど、3年間彼氏がいなかったから別にあげる人もいないし、だから部活の子とかクラスの女の子とかにあげてました。はい、ちょっとこのスポンジでよりなじませます。で、このスポンジがですね、このイニスフリースマートブレンダー、このふわふわのスポンジめっちゃおすすめ。一回フィヨンをこれを水でちょっと濡らしてます。で、よりなじませてあげる。そしたらファンデーション、ジョンセンムルのファンデーション、これはツヤタイプですね。なので結構塗ってしまうと多分あのよりやすくなってしまうと思うので、薄く塗ってパウダーでキープさせるっていう感じ。こんな感じ、結構柔らかめ、ポン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 、めちゃめちゃ綺麗よ。ほら、綺麗なベース作りって言った時、薄付きよりも綺麗になるものはないと思う。だからスキンケアとかは頑張んなきゃいけないんだよね、本当に。イニスフリーのこのスポンジ本当に気持ちいいよ、柔らかくてマシュマロって感じ。いい感じです。でもサプライズでバレンタイン自分がするなら何するんだろう。美味しいご飯屋さんを夜に予約しといて、そこ連れてって食べさせて、まあ、その後ちょっとカフェとか行った時にじゃじゃーんみたいな感じにあげるかな。今日フィオは告白をしなきゃいけないんだ。もうちょっと隠したいところを再度リプさんのコンシーラーでさらに隠していきます。で、今日はですね、そのメイクだけじゃなくてヘアからコーディネートまでちょっとやっていきたいと思うので、皆さんよかったら見ていってください。じゃあ次がこれ、デコルテのフェイスパウダー00番。このパウダーを愛してやまないです。よれてほしくない。鼻、おでこ、なんかエクステつけてもう多分3週間ぐらい、今のところ全然平気で、思った以上に大丈夫でびっくりしてます。こちらがイニシフリーのスキニーブローペンシル。今日は眉毛をちゃんと染めてきました。これ大切な部分、俺でための下準備。マジでデートしたいんですけど、フィヨン。デートをしなさすぎてバックナンバーの歌が染みるっていう感じになってくるよね。
したらここにプラスでいつものセザンヌの超細身アイブロウも使って眉毛を完成させていきます。メイクに時間がかかりそうよ。真剣なんでね。次これタラーン、アンドビーのアイブロウマスカラ。今回なんでクリアを塗るのかというと眉毛の形をキープしたいので、ちょっとティッシュオフでしてから眉毛の形を固めるっていう意味でつけます。この髪色に似合うマスカラがないので、だったらじゃあクリア塗っちゃう的な。そしたらハイライトを先に塗ります。こちらジェニーハウスのジュアルピッハイライトグロウシャイン。やっぱりこれは一番自然なので盛れる。 C ラインじゃなくてここだけに塗る。少量塗ってあげて、顎を指につけてちょんちょんちょん。で鼻は後でパウダーを塗りたいので、とりあえずここだけに塗ります。ビューラーでまつげを上げる。これはもうパッチリ上げます。フィヨン今日は目力欲しいので。なんかさ、バレンタインの思い出でめっちゃ印象的なのが、なんかフィヨンが中2の時に好きだった人がいるんですけど、バレンタインをあげたんですね。だから好きとか何のも言わずにあげるみたいな感じで、あげて速攻逃げるみたいな感じになったんですけど、でホワイトデーの直前になって、なんか急にその人が嫌になっちゃって、でその人がフィヨンになんかバレンタインデーのお返しをくれようとして、その瞬間好きじゃなくなっちゃって、みんなが言うカエル現象みたいのをすっごい覚えてる。もうパッて切り替わったら自分の気持ちがすっごく分かって、それがすごい印象的でした。だからカエル現象ってなんで起きるかって、絶対その人のこと本当に好きじゃないから起こるんですよね。その人の本当の性格とかを分からないまま、かっこいいとかで好きになってるから、なんかそれが崩れた瞬間で無理ってなるんですよね。っていうフィヨンの個人的意見。そしたらアイシャドウを塗るんですけど、まずはこちらクリオのプロアイパレット01番。色がたくさんあるんですけど、とりあえずこの色をベースに塗ります。アイシャドウが綺麗にまぶたにつきます。やばい、大切なことを忘れてました。涙袋ライン、これはセザンヌのやつで描きます。濃いめに描いてぼかす。そしたらこの色とこの色を混ぜてからアイホール全体に広げます。大人っぽい感じにしたくって、でも可愛らしさを残したくって、だから2色を混ぜてちょうどいいのを作る。絶対2つの色混ぜたらここでぼかして塗る。色可愛いと思う。こんな感じです。そしたら下の方は少し明るくしたいので、明るい色を多めにしてから全体に塗る、ふんわり。そしたらこの2つを混ぜるんですけど、こっち多め、この目尻と目頭の方に三角みたいに塗ります。大人っぽい要素を出すためにシネ色っていう感じかな。そうするとちょっと抜け感が出つつ締めてくれる。濃い色を上にのせても目が小さくならないです。はい、こんな感じです。下目尻の方にも少し塗ってあげる。これで少し大人っぽさを演出します。なんかドキッとしてくれるように、こんな感じです。そしたらこちら、これがデイジークのシャドウパレット06番、スノーブラッサム。キラキラがめっちゃ可愛いので、この色を黒目の上にのせます。繊細ラメって感じ。あんまり広くは塗りたくないので、ちょっとポンポン置きでなるべく広がらないように。そうするとこの目の黒目の上に光が集まってデカ目効果になると思うので、トゥーピンクのこの色を涙袋の下少しだけ、多分男性ってここがキラキラしてるの納得できるのかなって思うから、はみ出てないみたいな感じになり得るので、もう無難な置き方をします。なんかさ、自分がさ頑張ってさメイクしたのにさ、そんなこと言われたら悲しいじゃん。そしたらキングダムの2ステップマスカラ、このブラックのやつです。でこれは下地がついてるので下地から塗ってあげますね。これはブラシなので、このまつげにつきすぎないように注意しながら塗ります。今日こそパッチリまつげで行かせてくれっていう感じですよ。 D アップのシルキーリキッドアイライナーのブラウンブラックと目尻描くんですが、少しだけ、また忘れた、ノーズシャドウとか入れたいと思います。これクリオのプロコントアパレットミュートヘーゼル。なんでいつも忘れちゃうんだろう。しっかり盛りたいので塗らないわけにはいかない。
これ、少しずつ一応このフェイスラインにも載せたい。まあこのここら辺合わせて、自分が一番シェーディングしたいところ、要は顎よりも ここなので、さりげなくチーク、このナーズのオーバーラストチークパレット、この色をふんわり乗せたいと思います。目がしっかりしてるので、チークもたくさん入れてしまうともう引き算がないから、チークは薄く、本当に気持ちいい。ハイライトを、パウダーの方を使いたいんですけど、こちらのサナエクセルのシャイニーパウダー SN02 番ゴールドベージュの色です。めっちゃ綺麗じゃない？結構華やかな感じなんですけど、薄く軽く塗ってあげれば可愛いと思うので、こういうブラシでさっきつけたジェニーハウスの上からサッと、で鼻、そしたらキングダムのマスカラをつけてあげます。これも慎重につけすぎないように。うん、素晴らしいよ。余分なものを取っちゃう先に。大好きこのキングダム。ペンについちゃった場合は速攻で落とす。マスカラができました。そしたらリップ、最初にこのリップクリームを塗ってあげます。塗ったらちょいティッシュオフしてあげて、でこちらナーズのリップ、こんな感じの色、ちょっと大人っぽい感じですね。結構マットな感じなので、最初にリップで潤いを与えてから塗った方が塗りやすいと思う。で全体に塗るんじゃなくて、こうやってちょっと塗ってあげて、まん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 、はい、下準備をしてあげたら、こっちのボビーブラウンクラッシュドオイルインフューズドグロスのローズガーデンの色、これも似てる色なんですけど、こっちはツヤ感のある感じですね。ティオンはこの山と下はしっかり塗ってあげて、ちょっと唇にボリュームを与えます。少し大人っぽい感じにできました。はい、って感じでメイクの完成です。それではヘアをやりに行きます。レッツゴー。コテをする前に髪を溶かしてあげて絡みをなくします。このタングルティーザーのブラシ本当にいい。痛くなく絡まってるところがほぐれてくる。で今日は少し大人っぽい感じにしたいので、38ミリのコテで巻いていきます。で毛先をワンカールにする。やっぱりロングだとその巻きが多かったりしっかり巻かれてたりすると、結構気合い入れてる感というかゴージャスに見える感じなので、なんかそういうのを見られるとちょっと嫌じゃないですか。あんまり巻きを多くせず、毛束を多めにとって少ない巻きで終われるような、ちょっと余震巻きみたいな、お色気巻きみたいな感じにしたいと思います。告白メイクってことで、告白をする場所を六本木ヒルズのどっかその庭らへん、景色を眺められるところがあるし、割と人もあんまりいないところがあるから、そこでしようかなって思ってます。全部巻いたら毛束を多めに取って外巻きにします。今日はエクステだから多めにやってるけど、みんなはすぐに取っても平気。なんで告白するんだろう。なんかいつもこうやってさ一緒に遊んでるのすごい楽しいなって思って、なんか今日バレンタインだしチョコレートとかあげたいなって思って持ってきたよ。えっキモくない？分からんわ。でもそうやって告白したいって思える人が現れるっていうか、できることがフィオンはすごい幸せだなって思う。だからそういう気持ちって素晴らしい。フィオン前髪があるので、これをワンカールにさせます。シュッ、ピョン。ちょっと熱を冷ましてからほぐす。で、なんかこの前髪のところはそんなに上げたくないから、ちょっと少量だけ今日はこんな感じ、少しだけ上げてって感じで髪の毛の完成です。なんかそんなにぐるぐる巻きではないけど、なんかふんわり巻きでちょっと大人っぽくしてみました。それではコーディネートをしていきたいと思います。まあ
まあ、夜ご飯を食べに行く手だし、やっぱりちょっとおしゃれ感を出した方がいいと思うので、やっぱブラウス系とかは可愛いのかな。こんな感じ。これはサイコちゃんが普段大好きなんですけど、サイコちゃんがプロデュースしてるマイアパレルっていうブランド。あ、でもこれも可愛いかも。この黒のトップス、この首のところと袖のところがちょっとフリってしてて、これめっちゃ可愛いんですよ。ガチ系だったらこれかもしれない。下は可愛い感じを出したいので、ちょっとこれ、これにニーハイとか履くかも。冬決まった。こんな感じで着替えました。アクセサリーを選びます。こういうのも可愛いですよね。普通にこういうのも可愛い。あ、でもこういうお花も可愛いですね。あ、でもお花にしようかな。お花でちょっと女の子らしさを出してあげて。ガチだよ。冬告白するのは絶対成功させたいもん。全力投球ですわ。漏れてる。あ、指輪いいものあった。クワンクの。ここがボリュームあって、手元にもボリュームあって、下に多分ネックレスしなくていいので、はい、こんな感じ。靴はフィアもニーハイブーツって決まってるので、バッグとコートを選びたいと思います。はい、って感じで全身コーディネートはこんな感じです。このエーメルのノーカラーロングコートにクアンクのこのクラシカルなバッグを合わせてみました。結構きっちりした感じで、いつもとは違うよっていうのをアピールしようと思います。はい、って感じでバレンタインメイクのメイク、ヘア、コーディネートまでしてみたんですけど、いかがでしたか。まあ、ヒヨンが告白デートに行くのならば、まあ、こんな感じでリアルに攻めていくと思います。みんなが告白したいなって思ってる時の助けというか、なんか参考になったらいいなって思います。って感じで、この動画が楽しかったり、おひよのバレンタインメイクいいなって思ってくれた方は、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。クラーン、アンニョン。